アラスカ海峡と東西貿易の繁栄。こんにちは、皆さん。今日はなぜマラッカ海峡が歴史上東西貿易にとって非常に重要であったのか、その秘密に迫ります。この狭い水路がどのようにして世界の貿易ルートを形成し、地政学の舞台になったのでしょうか。1、マラッカ海峡、東西交通の要衝。マラッカ海峡はアジアとヨーロッパを結ぶ海上交通の重要な要衝であり、その戦略的な位置が東西の貿易ルートにおける中心地としての役割を果たしてきました。この狭い水道はマレーシア半島とインドネシアのスマトラ島の間に位置し、インド洋と太平洋をつなぐ最も短い海上ルートです。マラッカ海峡の地理的特徴は、アジアの生産物をヨーロッパ市場に直接運ぶための効率的な通路を提供し、歴史を通じて多くの国々にとって経済的に非常に価値がある場所となりました。古代から現代にかけて、この海峡は数多くの文明によって利用されてきました。特にシルクロードの海上部分であるスパイスルートの一部として、多くの貿易船がこの海峡を通過しました。スパイス、絹、陶磁器などの貴重な商品が交換され、これらの交易品は地域間での文化交流を促進しました。この海峡が交易の要点となることで、周辺の国々は経済的に栄え、政治的にも重要な役割を果たすようになりました。またマラッカ海峡の経済的利点にもかかわらず、その地理的な条件は航行する船舶にとって挑戦となることも多く、狭くて浅い通路や複雑な潮流が航海技術を要求しました。さらにこの地域は海賊行為が盛んな場所としても知られており、国際貿易の安全確保が歴史的に重要な課題となっています。19世紀に入るとヨーロッパ列強の帝国主義の拡大により、マラッカ海峡はイギリスやオランダなどの国々による植民地の影響下に置かれました。これにより海峡はさらに国際的な注目を集めるようになり、地政学的にも重要性が増していきました。現代ではマラッカ海峡は世界の主要な航行路の一つとして残り、その安全性と自由な航海の維持が国際社会にとって大きな関心事となっています。このようにマラッカ海峡はその絶好の地理的位置により、世界の貿易と文化の交流において中心的な役割を果たしてきました。現代においてもその役割は続いており、国際経済や地政学におけるその重要性は高まる一方です。2、複雑な潮流と海賊の存在。マラッカ海峡はその地理的特徴により、古来から航海者にとって挑戦的な海域とされています。この海峡を特徴づけるのは、狭い通路、複雑な潮流、そして点在する多くの島々です。これらの自然環境は航海技術が高度でなければ安全な航行が困難とされ、多くの船がこの海域の潮流を正確に理解するために地元の水先案内人の助けを借りることが一般的でした。マラッカ海峡の複雑な潮流は特に狭い地点で急激に変わることがあり、未熟な航海者にとっては予測が難しいものでした。さらに海峡を囲む多くの島々は航海者にとっては避難場所を提供する一方で、海賊にとっては理想的な隠れ家ともなりました。海賊活動はこの地域で長い歴史を持ちます。経済的に豊かな東西貿易路を利用する船舶が頻繁に通過することから、海賊たちはこれを標的に活動を活発化させました。海賊たちは不意をついて船を襲い、貴重な貨物を奪うことでその生計を立てていました。社会経済的には地元の不安定な政治状況や貧困が海賊行為を助長し、特に地元政府が弱体化している時期には海賊活動が増加する傾向にありました。17世紀から19世紀にかけてヨーロッパの植民地勢力がこの地域に介入すると、海賊行為はさらに複雑な問題となりました。イギリスやオランダなどの国々は海峡の安全を保ちつつ自国の商船を保護するために、地元の海上民と協力関係を築いたり、時には武力を使って海賊を取り締まることもありました。現代においてもマラッカ海峡は世界で最も船舶通行流の多い海域の一つとされ、その安全性を確保するために国際的な協力が求められています。 3. 海上民の役割と交易の促進。マラッカ海峡の歴史において地元の海上民は不可欠な役割を果たしてきました。彼らはこの複雑な海域を熟知しており、外来船の水先案内役として重要な機能を担っていました。この海域の潮流や礁の位置を詳細に把握している地元の海上民は、外国の商船が安全に航行できるよう導いたのです。彼らのこの役割は地域の交易活動を円滑にし、マラッカ海峡を東西貿易の要として機能させる基盤を築いたといえます。海上民は航海技術のみならず、交易活動においても中心的な役割を担いました。彼らは地元の産品を集め、外来の商人との間で交易を仲介しました。この活動はスパイス、陶磁器、
絹などの貴重な商品が東西に流通する大きなルートの一環であり、地域経済の発展に大きく寄与しました。また彼らは交易を通じて異文化との接触を持ち、文化的な融合を促進しました。これによりマラッカ海峡周辺地域は多文化が共存する独自の文化圏を形成することになります。海上民の社会的経済的地位はこの地域において高く、彼らの知識と技能は高く評価されました。彼らは地域の海軍力としても機能し、海賊行為から商船を守る役割を担うこともありました。しかし19世紀に西洋列強が介入し始めると、海上民の役割は変化しました。イギリスやオランダなどの植民地勢力は海上民を海賊とみなすこともあり、その社会的地位は脅かされることになります。このようにマラッカ海峡の海上民は航海の案内人から交易の仲介者、さらには地域の守護者として、この地域の経済と文化の発展に多大な貢献をしてきました。4. シュリービジャヤとマラッカの栄光。シュリービジャヤ王国は7世紀から11世紀にかけて、現在のインドネシアのスマトラ島を中心に隆盛を極めました。この王国はマラッカ海峡の戦略的位置を活用し、地域の貿易網を支配することで繁栄しました。シュリービジャヤは、その影響力を利用して、中国、インド、アラビア半島からの商船が安全に航行できるようにしました。これによりスパイス、絹、金などの貴重な貨物の流通が促進され、シュリービジャヤ王国は富と文化の中心地となりました。またシュリービジャヤは大乗仏教を受け入れ、多くの寺院と僧院を建設しました。これにより教育と宗教の中心地としても機能し、広範囲にわたる仏教文化の普及に寄与しました。この文化的な影響力は地域全体の社会構造と価値観に深く影響を与え、シュリービジャヤ王国の政治的な権威をさらに固める結果となりました。15世紀から1511年にかけて映えたマラッカ王国もまた、マラッカ海峡を通じて東西貿易の中心として重要な役割を果たしました。マラッカは多文化が共存する開かれた商業都市として発展し、地域の経済と文化の枢軸となりました。マラッカ王国はイスラム教を採用し、多くの商人や宗教者、学者が集まる場となり、イスラム文化と東南アジアの伝統が融合することで、新たな社会的、文化的なダイナミクスを生み出しました。シュリービジャヤ王国とマラッカ王国は、それぞれの時代において、マラッカ海峡を通じた国際貿易と文化交流の中心として、地域の政治、経済に決定的な影響を与えました。5. 植民地時代の海賊行為とその対策。19世紀に入ると、マラッカ海峡はイギリスとオランダの植民地競争の舞台となりました。この時期、地域の支配を確立しようとする欧州列強の介入が、伝統的な海上活動に深刻な影響を与えることになります。特に、地元の海上民との関係が緊張を生み出し、この結果、海賊行為が顕著に増加しました。こうした状況下で、イギリスとオランダは海賊行為を抑制するための様々な対策を講じることになります。イギリスとオランダははじめ、伝統的な海上民の活動を海賊行為として一律に非難しましたが、これがさらなる対立を招く原因となりました。地元の海上民は、自らの生活様式と経済活動が脅かされると感じ、しばしば武力に訴えることで抵抗しました。これに対し、イギリスとオランダは軍隊を派遣して、海賊行為を厳しく取り締まる政策を実施しましたが、完全に制御することは困難でした。次第に、両国は海賊行為の根本的な原因に対処するための戦略を練り始めます。これには、地元の海上民を経済的に支援し、彼らが合法的な商業活動に従事する機会を提供することが含まれました。また、地元の有力者との政治的な同盟を結び、彼らを植民地政府の一部とすることで、地域内の安定を図る試みが行われました。このような政策の変化は、徐々に効果を示し始め、19世紀後半には海賊行為が減少しました。しかし、このプロセスは地元の文化や社会構造に深い影響を与え、マラッカ海峡の地域社会の変容を促しました。6. マレー人有力者との関係性の変化。19世紀におけるマラッカ海峡地域では、イギリスとオランダがその支配を確立しようと試みましたが、海賊活動の増加によりその努力は一定の障害に直面しました。特に、これらの植民地勢力は地元の海上民の活動を効果的にコントロールする能力に限界があったため、地域の政治構造を再構築する必要がありました。この文脈で、マレー人有力者との関係性の変化は、地域の治安維持だけでなく、政治的安定化のためにも重要な戦略となりました。当初、イギリスとオランダは従来の手法である軍事的介入や法的措置を通じて海賊行為を抑えようとしましたが、これはしばしば効果を欠きました。そこで彼らは、
マレー人有力者を植民地政府の体制に組み込むことに焦点を移しました。これにより地元の社会経済的リーダーたちが政治的な影響力を持つことを認め、彼らの協力を得ることで地域全体の安定を図る戦略が取られたのです。マレー人有力者たちは地域の政治構造において重要な役割を果たすようになりました。彼らは地元の社会と植民地政府との間で仲介者としての役割を担い、政治的な権力を保持するとともに地域の経済活動を監督する立場にもありました。この政策の結果、マラッカ海峡地域は相対的な安定を得ることができ、海賊行為は徐々に減少していきました。しかしこのような政策は同時に地域の社会経済構造に深刻な影響を及ぼしました。マレー人有力者の権力が増す一方で、伝統的な社会階層や経済活動に依存していた地元民の間での不満も高まりました。特に植民地政府による資源の掌握や貿易の管理が強化されたことで、地元の自立性が制限されることとなりました。このようにマレー人有力者との関係性の変化は、マラッカ海峡地域の政治と社会経済における根本的な変化をもたらしました。まとめ。マラッカ海峡はただの海ではなく、文化、経済、政治が交差する複雑な地域でした。今日もその重要性は変わらず、世界経済において中心的な役割を果たし続けています。この海峡を通じて、多くの歴史的出来事が形作られ、現代に影響を与えています。この動画が面白かったら、ぜひいいねを押してくださいね。そしてコメントでこの海峡についての意見や感想を教えてください。チャンネル登録を忘れずに、次回も興味深い歴史の旅を一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。